はい、おはようございます。栃木の竹市農場です。10月ね、8、9とね、2日間雨が降りました。で、農作業の方もね、止めていましたけど、今日10月10日ですね。雨は降っておりませんので、とりあえず農作業再開します。で、雨前にね、1日だけ干した、もち米のむしろ干しですね、をまた庭に広げたいと思います。
はい、思ったより天気良くなりませんね。天地返しします。
はい、夕方になりましたのでもみ回収します。今日はね、もう一日曇りであまり乾かなかったと思います。明日頑張って走ります。
はい、回収終了です。で、明日から4日ぐらいは続けて天気なんかな。だから、曇りと2日干しましたんでね、明日で仕上がるかな、ちょっと厳しいかもしれないね。ですから金土土曜日で仕上げて、2乾燥目を日曜日からやるって感じかな。まあ明日ね、夕方水分値測ってみて、まあ15を切ってればね、もうそこで止めちゃいますけど、午前中測りましたら 23% ぐらいなんだよね。23% だから今日干して、まあよくて 20% 切るぐらいなんで、明日1日干して 15% 切るっていうのはちょっと厳しいような気がするんだけどね。はい、まあそんなわけで、まあ悪くても明後日、土曜日までにはね、仕上がると思います。はい、もち米のね天日乾燥2日目でした。お付き合いありがとうございました。